愛称はポイチです。おめでとうございます。キレが悪くてすみません。失礼します。すみません。2022年の本大会では優勝候補のドイツ、スペインと同グループとなるも歴史的勝利を挙げ、アジア勢としては初の2大会連続決勝トーナメントにグループ首位で進出しました。日本サッカー協会は12月、森保監督の2026年ワールドカップまでの続投を発表。愛称はポイチ、森保監督です。おめでとうございます。それでは増賞です。サムライブルー監督の森保と申します。まずは我々の脅威から皆さんにお礼をお伝えしたいと思います。去年のカタールのワールドカップでは皆さんの応援とご支援の力が我々に届いて、選手たちが思い切って躍動してくれました。改めまして皆さんの応援とそして日本一丸の共闘の力をいただきありがとうございました。ありがとうございました。一言いただきました。そしてすいません。すいません、失礼しました。キレが悪くてすいません。すいません。今年は、WBC であったり、ラグビーであったり、サッカーもなでしこジャパンが、世界大会を戦います。我々が去年戦ったことが今年の各スポーツ界の世界大会で頑張るエネルギーになると非常に嬉しく思っております。